とある日の放課後、それは突然の出来事でした。なに話って。あ、もしかして今度のデートの話？それなら私行きたいところが。ごめん、俺と別れてほしい。え？ユキ、花の JK17 歳、高校入ってできた自慢のイケメン彼氏にたった今振られました。何よ何よ何よ、付き合って半年めっちゃラブラブだったのに、お前より可愛い子に告白されちゃったからごめんって何？女は顔ってこと？私の方がその女より絶対尽くしてあげるのに。ラブラブだったはずの彼氏に突然振られたショックが大きかった私は、屋上で思いっきり泣いてやろうと思ってドアを勢いよく開けたんだけど、彼氏のバカ！まさかこれが運命を変えることになるなんて。誰？いや、来たのそっちじゃん。同じクラスの江藤だけど。江藤？ああ、メガネくんか。いや、話したこともないのに失礼かよ。もう、メガネくんでいいや。ねえ、ちょっと話聞いてよ。ちょっと、何いきなり。私は失恋のショックが大きすぎて、今まで一度も会話をしたことがないようなクラスメイトにさっき彼氏に振られたことを話し始めました。ついでに今までの彼氏の愚痴も全部洗いざらい話しまくって、涙がもう出ないってくらいまで泣いて、こんな迷惑なやつ、今考えれば途中でほっとかれても当然だと思うのに、メガネくんは最後まで私の話をちゃんと聞いてくれていました。はあ、すっきりした？うん、なんかちょっと落ち着いたかも。よかったね、ちゃんと涙止まって。うん、あ、なんか今さらだけどごめんね、メガネくん巻き込んじゃって。今さら？まあでもさ、そんな顔だけで選ぶような男、別れて正解だったと思うよ俺は。メガネくん、人間大事なのは顔じゃなくて中身でしょ。次はいい彼氏見つけなよ。うん、ありがとう。こんな話を聞いてもらった後だったからか、今までメガネくんとしか認識してなかった彼だけど、話してみるといいやつなんだなってことが分かったし、なんだかこの先今までみたいに関わらないで過ごしていくのはもったいないような気がしたんです。ねえメガネくん、今日はほんとごめんね、ありがとう。いえいえ、巻き込まれ事故みたいな感じだったけど、どういたしまして。またさ、なんか愚痴聞いてもらってもいい？メガネくんの愚痴も聞くし。何それ。あと俺の名前メガネくんじゃなくてカイだから。カイくん、覚えた。じゃあまたねカイくん。はいはい、また明日ね。この日から私とカイくんにつながりができ始めました。今までクラスメイトだったけど話をしたことがなかったから、話のネタは山ほどありました。好きなアーティストの話だったり、テストの話だったり、 SNS で話題のものだったり。でもカイくんは体があんまり強くないみたいで、月に数回は病欠で休んだりしていました。今まで気にもしたことがなかったのに、カイくんのいないクラスはなんだか味気ないなと思うことが増えて、カイくんが勉強でわからないところができてしまわないように、休んだ日のノートを取って渡すこともちょっとずつ増えていきました。ユキ、あんた最近メガネくんと仲いいじゃん。メガネくんじゃなくてカイくんね、江藤カイくん。いいじゃんメガネくんで。ねえ、あんなののどこがいいの？いくらイケメンの元彼に振られたからってメガネくんはなくない？ちょっとカイくんのことバカにしないでよ。じゃ、そんなに怒んないでってば。そうだよ、ほら、いくらメガネくんがいいやつでも目の保養にはならないじゃん。ほらほら、イケメン見て落ち着こう。今月号にもいいイケメンいっぱい載ってたからさ。あ、今月号にもカイリくん載ってる。カイリくん？なんだユキ知らないの？今ちょっと話題になってるイケメンモデルのカイリくんだよ。ほらこの子イケメンでしょ。王子様っぽい感じがたまんないんだよね。そんな顔だけで選ぶような男、別れて正解だったと思うよ俺は。人間大事なのは顔じゃなくて中身でしょ。次はいい彼氏見つけなよ。
私、次は顔じゃなくて、ちゃんと中身でいい彼氏見つけるんだ。え、どうしたの突然。ユキ、面食いだったのに、方向転換？ある日、私は屋上に来てほしいってカイ君に呼び出されました。カイ君、お待たせ。どうしたの？あのさ、俺、ユキちゃんに隠してたことがあるんだ。え？隠してたこと？うん、実は俺…俺、実は芸能活動してるんだ。この顔、見覚えない？もしかして、モデルのカイリ君？なんと、カイ君はあのイケメンモデルのカイリ君だったんです。外見だけで人からとやかく言われるのが嫌で、高校に入ってから素顔を隠して過ごしていたことを話してくれました。時々休んでいたのは病欠じゃなくて、お仕事で休んでいたことも。ずっと隠しててごめん。そんなことないよ。っていうか、私こそ何も知らないのにイケメンがどうのこうのって、ほんとごめんね。眩しい。うん、いいよ。それでさ、ユキちゃんなら俺のこと打ち明けた上で、ちゃんと俺の中身に向き合ってくれるって思った。カイ君、こんな俺だけど付き合ってくれませんか？もちろん。こうして私は中身も外見もイケメンな彼氏をゲットすることができたのでした。ねえ、あれってイケメンモデルのカイリ君じゃない？誰だよそいつ。え、隣にいるのってユキ？なんですって？学校ではまだメガネ君のままのカイ君だけど、休日はこうやってデートしてくれるから、私今とっても幸せです。